方の旗を持って皆さんにお訴えをさせていただきます。蓮舫さん無事到着いたしました。皆さんぜひレインボーグッズ掲げていただいて蓮舫さんをお迎えください。本当に上からもそして甲州街道の反対側からも大きなご声援をいただいております。蓮舫都知事候補ただいまバスの前到着いたしました。皆さんどうぞよろしくお願いいたします。蓮舫さんからの熱い熱い一体です。それではよろしくお願いします。東京都知事候補の蓮舫です。蓮舫会いに来ました。こんなにも多くの人が会いに来てくれた、まずお礼を申し上げたいと思います。ありがとうございます。この都知事選挙、皆さんの思いを、皆さんの声を、国が動かないんだったら東京からレインボーの道を切り開く、そんな選挙にしませんか。皆さんのきっかけに使ってもらいたい。私はその思いを日に日に強くしています。通常国会が終わるとき、岸田文雄総理、久しぶりに総理の名前を言います。岸田文雄総理はこう言いました。議論をすることは大切だ、重要だ。何のことだか分かります？選択的夫婦別姓です。選択的夫婦別姓が、法制審議会が法務大臣にこれは制度の変更導入が必要だ、法律の改正が必要だ、答申をしたのは1996年、30年前ですよ。まだ議論するんですか。いつまで議論するんですか。増税は瞬間に決めるのに、選択的夫婦別姓だけはいつまでも議論をする。だったら同性のカップルの自由よ、あるいはその選択を保障するのはまだまだ先なんじゃないですか。だから私は変えたいと心から思っています。国は出生率、合計特殊出生率、これが落ちたり生まれる子供の数が減るとどうしても考え方が偏るんです。結婚をさせようとする、子供を産ませようとする。皆さんの納めた税金で国がやっている少子化対策は、地方自治体が合コンイベントをやる、婚活イベントをやる、そこに補助金を地方創生だと言って渡すんです。小池百合子さんもやっぱりこの自由民主党の発想の人だと私はちょっと残念だった。今年度の東京都の予算で行われる少子化対策の事業、婚活アプリを作るそうです。あるいはやっぱり合コンイベント、婚活イベント、出会いの場を作る。果ては皆さんが結婚した時の思い出の曲を広く募って、それを漫画にして皆さんにお配りをする、結婚機運の醸造を作るという、こういう予算の使われ方はそろそろ改めたいと私は思っています。だってそうじゃない、結婚するってした人、しないと決めた人、一人で生きる選択を取った人、パートナーと暮らす決断をした人、選択的夫婦別姓が実現するまで婚姻届は出さないと判断する男女カップル、一人で子供を産むという決断をした人、こんなにいろんな決断をして自分の生き方は正しいと思って判断をしているのに、結婚する人だけを支援することが、それが少子化対策だというのは、もう次の一歩に進みたいと私は考えています。いろんな生き方をフェアに支援する都知事になりたい、それが東京の誇る多様性だと思っています。私は今回の都知事選挙で、今までの少子化対策、小池さんもいろいろやってくれてる、でも 0.99 ショック、牛乳がなければ東京都の人口はこのままだと半分になります。いろんなことやってる、どうしてそれが届かないんだろうか、どうして伝わらないんだろうか。
自由民主党の総理までやった人は女性が子供を産まないのが問題だとまで暴言を吐いた。私は違うと思う。アプローチを変えませんか。子供が生まれた人の育児支援、家庭への直接的な支援は引き続き必要だけれども、少子化対策というんだったら今政治が目を向けていない若者を支援することこそが次の東京の最大の政治課題だと私は考えています。ずっと若い人たちは政治から取り残されてきた。子供には例えば義務小学校中学校学校の支援とかある、子供手当もある、いろんな手当があるけれども、結婚した現役世代は子供がいればパートナーがいれば税額控除がある、ご高齢者はシニアには介護保険がある、医療の自己負担も低くなる。若者はどうですか。ずいぶん長いこと自分で頑張れ、高校を出る、高専を出る、就職をする、大学に行く、大学から就職をする、全部自分の力で頑張れ、家族に支えてもらえ、そういう空気があったんじゃないでしょうか。政治はそこに随分甘えてきたんじゃないでしょうか。でも考えてください。今東大がまた学費を上げるって言ってるでしょ。大学生の2人に1人310万円の奨学金という名前の借金を抱えて世の中に出る有利子だったらその負担はどれだけ重いか。私も友達でも40歳でようやく返済できた。私の友達の子供不安定雇用でこの借金いつ返せるかわからない。だから結婚を諦める、子供を諦める、若者が経済的理由で何かを諦めることがないような、そういう東京都を私は作っていきたいと考えています。皆さんが納めてくれた税金を子供を育てる保育、子供の学びを支える教育、皆さんの命を守る医療、そしてシニアの安心と安全を守る介護、この分野で働いてくれてる若い人、この分野で働きたいと考えてる若い人の奨学金の返済を東京都が支援する、そのことに皆さんの税金を使わせていただきたいと思うんです。分厚い中間層を作りましょうよ。それが実現すれば公共サービスも安定するでしょ。そして今生まれた赤ちゃん、これから育つ若い子たち、子供たち、20年後、十数年後、数年後には必ず社会に巣立ちます。その時の親として最も切ないのは、自分たちはなかなか支援できないけどこの子が借金を抱え不安定雇用に悩み、その背中を支えることができない悩みを、親御さんの悩みを取り払うと同時に、今から種をまけば明日来年に結果は出ません。華やかな政策取引でも取り組みでもありません。でも10年後数十年後には必ず、今育った子どもたちが社会に巣立つ時には必ず、雇用の不安定さ、奨学金の負担を取り除く東京都に私は作り出していきたいと思っているんです。本当に時間のもったいなかった。この8年間何をしてたんですか。この8年間何を見てたんですか。この30年20年間小泉構造改革で不安定雇用の人は60万人増えました。もちろんフリーランスで自分の能力でいろいろな仕事をしたい人は応援をする。でもそこから抜け出せない若者がいるんだったら、そのために人生の選択を狭められている若者がいるんだったら、私はこの子たちを徹底して皆さんと一緒に支える東京を知事になってすぐ作り始めていきたいと考えています。なんで若者だけだ、そういう声も聞く。でも皆さん、分断を生むことはないんです。なぜならば若い人たちが手取りが増える、
若い人たちが安定雇用だ、若い人たちが借金の返済がなくなる、そのことは使えるお金が増えるでしょ、手取りが増えるでしょ、消費をするでしょ、経済が回るでしょ、納税者が増えて社会保険料の担い手が増えれば持続可能な介護、医療、社会保障制度が東京から作ることができると私は思っています。そして同時にシニアの皆さんの安心もしましょう。まもなく団塊世代の先輩方が75歳以上になろうとしている。元気なご高齢者は元気に頑張ってもらう、でもどんなになっても頑張れない人たちも残念ながらいる。コロナの時に華やかな東京オリンピック・パラリンピックの裏でもう医療関係はいっぱいいっぱいで、高熱が出て玄関で倒れて亡くなられたご高齢者、一人暮らしの人どれだけいたことやら。国会でこの問題何度も言ったけれども残念ながら聞いてもらえなかった。この人たちの不安に寄り添う東京都でもありたい。国はこの春から訪問介護の報酬を引き下げました。日本中の訪問介護事業者で赤字なのは4割に達してるんです。撤退したらどうするんですか。この事業所が成り立たなくなったらどうするんですか。施設に入らないで訪問介護のお世話になって頑張ってる生きてる人たちの不安の声はどこに行くんですか。今東京都は訪問介護で頑張ってる人たちの家賃補助等もやってくれてる。ここをもっと分厚くすれば皆さんのお父さんお母さんおじいちゃんおばあちゃん一人で生きているという選択をしたシニアの人生の先輩方の安心を東京都は若者と一緒に合わせて分断ではなくて共に守る、そういう都政を私はやっていきたいと考えています。結構大きな決断でした。夜寝る前に不安になるんです。こんなに多くの皆さんに立ち止まっていただけてる、皆さんが私に会いに来てくれてる、政策を聞いてくれてる、私にはやりたいことがいっぱいある。このやりたいことが本当にやれるんだろうか。相手は現職です。強い強い。だけど私は政策では負けない、議論では負けない、やりたい夢では負けない。でも相手は高官討論会からずっと逃げてるんですよ。どうして議論してくれないんですか。なんで皆さんに堂々と現職8年の実績でチャレンジャーである私たちと議論をしてくれないのか。それは皆さんと一緒に問いたい、その声を上げていきたいと思っています。どうか皆さん、誰のための選挙なのか。私は小池さんは光に光を当てるのは大変得意な人だと思います。そしてそれを横文字で表現してやってる感も上手な人です。でも私は光は一人で光を放てる人は、そこは都政の必要は薄めましょう。そうじゃない、広がる影、長く伸びる影、私はここに光を当てて、その影が薄くなって一人で立ち上がって自分で生きていけると自信を持っているところまでずっと光を当て続ける、そんな都知事になるとお約束をさせていただきたいと思います。七夕まであと1週間、どうか皆さん、皆さんの力で私一人では成し得ない、私一人では到底力が足りない、私ができるのは皆さんに私の思いを私の考えを、できることはこれだと言葉で政策を伝えることしかできないから、もし私の思いに共鳴していただけたら、私を都知事にしたいという思いを熱くしてくれたら、どうか皆さん蓮舫を都知事にしていただきたい、蓮舫に投票していただきたい、蓮舫を勝たせていただきたい、私に力をいただきたい、あなたと次の東京へどうかよろしくお願いします。ありがとうございました。蓮舫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 蓮
ありがとうございました。しばらく蓮舫コール聞いていただきたいと思います。蓮舫コール、蓮舫さんに届け。蓮舫コール聞いていただきたいと思います。ニューマンの上から、バスタの上から、そして甲州街道を挟んだ反対側の道路から、そして多くの皆さんから蓮舫コールをいただいております。皆さんの蓮舫コール、蓮舫さんに届いていると思います。レインボーをまとった蓮舫さん、皆さん左でご覧ください。左手には6色のレインボー、 LGBT を支援する6色のレインボーが、蓮舫さんの左手には光っているじゃないですか。皆さん、同性婚を明確にイエスという蓮舫さんを都知事に皆さん一緒に押し上げようではありませんか。蓮舫さん、どうぞどうぞよろしくお願いします。 LGBT 当事者の私、参議院議員石川大吾からも、ぜひ蓮舫さん都知事に押し上げてください。どうぞよろしくお願いします。蓮舫さん、ありがとうございました。ありがとうございました。